皆さんこんにちは。今回は Google が開発した最新の AI モデル Gemini について無料版の始め方と使い方の基礎を解説します。こちらが今回の目次です。 Gemini とは、 Gemini は Google によって開発された AI モデルで、先日までバードと呼ばれていたものが新しくなりました。テキスト、コード、画像などの様々な情報を理解、操作できるマルチモーダルです。有料で高機能なモデルも発表されていますが、その中でも今回は無料で利用できるジェミニをご紹介していきます。ジェミニの始め方。まず、Google Chrome でジェミニと検索し、こちらのサイトを開いてください。概要欄にリンクを貼っておきます。ジェミニのページに遷移したら、ログインしていない場合はログインボタンを押して Google のアカウントでログインしてください。ログインすると再びジェミニのページに戻ってきますので、ジェミニとチャットというボタンを押してください。利用規約とプライバシーお読み問題なければ同意するを押してください。使用前の解説が出るので、続けるを押すとこれでジェミニを使用できます。ジェミニの使い方。ジェミニの簡単な使い方をご説明します。基本的にはここの入力窓に自分の知りたいことを入力してください。そして、エンターか右側の紙飛行機のロゴをクリックして確定させてください。そして、画像を入力したい場合は、同じくこちらの入力窓に好きな画像をドラッグ&ドロップすると、このように画像を入れることができます。また、音声での入力も可能で、こちらのマイクのボタンを押し、ブラウザのマイクの許可後に、またこちらを押すとこのように音声での入力ができます。ただいま音声入力中。また会話後にこちらの Google のマークを押すと出力結果に対して再確認を押してくれます。再確認をするとこのように文字がハイライトされ、文字の右側にあるこちらの下ボタンを押すとその回答の証拠となるようなサイトを案内してくれます。その他にも、設定というところを押して、拡張機能を選択すると、YouTube や Google Workspace のように、Google ならではのサービスに連携することもできます。このあたりの詳細は、まとまったら動画にします。ジェミニ自体の説明と、基本的な使い方の説明は以上です。ChatGPT と比べて、情報のエビデンスが収集しやすかったり、デフォルトでブラウザから音声入力ができるのはいいなと思いました。皆さんもぜひ利用してみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。